今回のコンペは、まあ、その建築がどう進化していくか、これだけ劇的に社会が変わっている中で、その変化の瞬間を捉える機会だと考えています。あと、まあ、その AI っていうことに対しては、まあ、人間としていろいろな感情というか、憶測であったり、どう変わっていくかっていう、まあ、不明確なところというか、あるいは期待している人もいるし、怖がっている人もいるという非常にこう、まあ、不安定な状態だと思うんですけど、そういう時こそ、まあ、想像力が発揮されるというか、まあ、その人間が考え得れない、さらに AI も考え得れないようなちょうど面白いこう、案が出てくる可能性があるんじゃないかということで、この時期にこのコンペをやるということに意義があると考えています。あと、まあ、このコンペを通して今その、まあ、変化している社会の中で、まあ、AI ということを、まあ、究極のその効率性なんかを求められるを、まあ、究極の効率性なんかを獲得できるツールとして AI があるとしたらば、まあ、それを考えながら問題提起をしていける、そういうことを、まあ、そのどう問題提供できるかっていうことだと思うんですね。それが一番重要かなと考えています。あとはやはり、まあ、その AI が例えば都市環境であるとか建築を考えていくことになったときに、まあ、非常に多岐にわたる、まあ、その内容というか状況を、リサーチして、何かしら提案してくるでしょうから、やはり建築家だけでは、まあ、考えられないような、状況にもっともっとなるんじゃないかなと思ってますので、これは建築家に限らずいろんな、まあ、職業とかいろんな形で社会に関わっていらっしゃる方に提案をしていただきたいと